日本奈良県伊駒市城庭白庭大市露亭台は奈良県伊駒市にある地名。近鉄不動産により開発された新興住宅地である。現行行政地名は白庭第一丁目から白庭大六丁目。郵便番号は630-0136。伊古市によれば2015年9月1日現在、住民基本台帳による人口は5482人である。最寄り駅は 近鉄京阪な千四に話題駅。伊駒市道5号線、伊駒市道2号線を中心として広がっている。西側には、同じく近鉄不動産が開発した、住宅地、西城に和題がある。また、南側にある、住宅地、アスカヤとは一体となっている。城、境内の地名は、古代神話の物のべしの祖、にぎはやひ命に関係する鳥見城には山に由来する。これは、 日本書紀に記載されている。1940年代に以下の状況を根拠に、当時の日本政府からこの地が白庭山であるとの認定を受けた。1988年頃から開発が進み、住宅地として知名度が上がった。町自体は発展途上であるが、都心回帰などの現象が見られるようになったため、入居率は低めである。 開発から19年目の2006年3月27日に近鉄京阪な線が開通し、城には大駅ができたことから利便性は高まったが、奈良県内の住民の移住が多く、期待された大阪府内からの人口流入は少なかった。2019年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。 国勢調査による世帯数の推移。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。ありがとうございます。